ああ、ごめん、ちょっといい。どうした？ちょっと、え？冗談だろ。ああ、時間を稼いでてくれ、すぐに行く。木曜日って約束してた投資家が来たそうだ。ああ。すぐ行かないと。気にしないで、大丈夫よ。ありがとう、行ってくる。また後で。一人で行っちゃったぞ。愛されてないってことね、悲しい。あ、ここは私が。何？あ、ねえ、どうしたの？あ、あのね、ちょっと待って。そうだ、そういえば、ライリーはお昼まだだよ。そうでしょ？ちょっと行ったとこにピザ屋さんがあったよ。食べてみたいな。いいわね、行ってみましょう。ピザ？ピザ？ピザ？ちょっとなんだよ、あれ。ピーマンだけのピザ？もういい、もう知らない。よくやったな、サンフランシスコ。ピザをぶち壊した。ハワイじゃパイナップル、次はこれか。ピザが1種類しかないなんて本当信じられない。でもネブラスカの食堂のスープよりはマシかな。よね、スプーン入れたらそのまま立ってたよね。よかった、大丈夫そうだね。結果だね。車で来てよかったよね。何が一番楽しかった？車の窓から唾を吐いた。間違ってもパパの歌じゃないわね。シートベルトした。そうだ、恐竜と写真を撮ったのは。あー、はい、よかった、それ、はい、チーズ。パパ、あなたちょっと待って、動いて、後ろ見て、待って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 。傑作だ。恐竜と写真を撮ったの面白かったね。ねえ待って、何なの？思い出に何かしたんだ。何をしたの？触っただけ。そんなことで変わらずないのに。元に戻して喜び。今やってる。どうだ、できそうか？うん、ダメみたい。やってくれたわね。ライリーはこれからあの時を思い出すたびに悲しくなる。ブラボー。ごめんなさい、よく知らなくて。触るだけならいいのかなって。ちょっと、階段に近づいてるわよ。どうしてこうなったか分かるまで思い出には触らないでね。分かった。よしと、準備はいい？すごく長い手すりだよ。下まで一気にビューンと滑ってくからね。え、何？どうしたの？特別な思い出が。大変。悲しみ、何やってるの？ちゃんと入ってないのがあって、開けたら落ちちゃって、それで。それで抑えた方がいいのかなって。まずい。ちょっとちょっと、ダメだよ、特別な思い出なんだよ。触ったら元に戻せなくなるんだから。そうね、ごめんなさい。私変なのかも。どうかしちゃったのかな。大丈夫だよ、ちょっと疲れてるだけ。次々と失敗ばかり、最低よ。そんなことないって。イラッとするよね。そりゃだからほら、悪いことばかり考えてちゃダメだよ。ちょっと見方を変えればいいの。楽しいこと探す。あー、楽しいこと、どうすればいいのかな。面白いことを思い浮かべてみて。あ、犬が死んじゃうあの映画、面白かったよ。あー、そう。